こちらに行ってまいりたいと思います。お願いいたします。うちの親子クラスでも定番の曲になってます。はい、よでは、次の曲はですね、次からちょっと月シリーズをやりたいと思います。次はですね、お子さん向けのあの曲なので、ぜひお子さん中に入って踊っていただけるとありがたいです。じゃあ、ですね、まず、皆さん聞いたことない人もいるかもしれないんですけど、お母さんと一緒でですね、月夜のポンチャラリンという曲がありまして、はい、ちょっとそれを踊ってみたいなと思います。で、歌に振りがついてます。最初ちょちょんの下、ちょちょんの上、ちょちょんの下、ちょちょんの上ってやついきます。そしたら回ります。お腹を叩きます。さぬきです。1、2、3、4といきます。はい、もう一回やってみましょうか。ちょちょんの下、ちょちょんの上、はい、ちょちょんの下、ちょちょんの上で回ります。お腹叩いて1、2、3、4で4つ進みます。開け方して1、2、3、4。そしたらお月様です。丸で、次はこっちを開けます。はい、もう一回お月様、はい、今度は開けます。はい、ここまでが普通の、メロディーです。もう一回いきます。曲はあ月が綺麗だな、こういう感じです。で回ります。はい、山の玉抜き夢を見に回り、4つ、月が雪だいお月様、丸、風が鳴る月、丸、叩いてご挨拶で、サビです。ポンポンポンチャラリン、ポンチャラリン、ポンポン、なんか歌のお兄さんみたいな感じで、で、宮下元気します。そうです、そうです、そう
おんちゃーラリンリンリン、こんな感じです。いいですか？ありがとうございます。実はですね、20年前歌のお兄さんのオーディション本当に受けたことあります。大学4年の時、あの今井雄三兄さん、ちょうどこれ今井雄三お兄さんなんですけども、その代で、はい、まあ、見事あの年は劇団四季のお兄さんと高田純奈のお姉さんだったので、まあ太刀打ちができなかったというですね、まあ、過去の話ですけども、